はい、順次です。ではアイムナビーザーさん、続きをやっていきましょう。まあ、前回のソラリクさんステージのボス、まあ、フランちゃんがまあとにかく強くて、まあ、9時間10時間かけてようやくここまで、まあね、撃破してここまでやってきたのですけども、で今回はまあノンサンステージに入っていくんですが、まあ、こんな調子でボスが、まあ、いよいよ強くなってきたということになると、まあ道中はまあそう言っても比較的優しいイメージあるんですけども、まあボスは長期戦覚悟でやっていかなきゃいけないかなと思う。待って、あ、ついにここに来れるんだ。あ、ってことはノンサンステージじゃないのか。とりあえずセーブしますね。上はいけない。待って、うわ、見つけちゃった。見つけちゃったよ。だけどセーブ多いから、まあ、配置ゲーみたいな感じだとすれば、まあでもいざとなったら戻れますからね。まあセーブして、ではやっていきましょうか。まあ見たところでもそんなに、まあ難しくはなさそうな印象。いける、これはいける。まあじゃんけんかましてよっ、いけますね。もうちょいだけど意外と、よし、いける、よし、オッケーで、セーブして、あ、ここだったら、まあこういう系のアイテムだったら、まあ時間はかかりますけど、そんなに苦でなくいけそうですかね。ドットはここですかね。ドットここで合わせると最短近づけるんで、最短近づけると、なんていうか、前ジャンプで抜けられるんですよね。で、これをぐわっと、ぐにゃっとか。ぐにゃっとジャンプで、あれ？色変わった？色変わるのは何か意味があるんでしょうか。このリスタートした時に出る英語が、なんか最初はこう部屋から出る操作方法かなと思ったらそうじゃないですね。アップキーとファースト、ダウンキーでスロー。これはどういうこと？アップキー、あ、ファーストってどういうこと？ちょっと動きが、速くなる。キット君の動きが速くなるって、下押すとスロー。遅い。まあでもこれなんか使うかな。別にジャンプ力がどうこうでもないですし、まあ、細かい動作とかを見るときに使えるって感じだと思いますけど、まあデフォルトで良さそうな気がするけど、まあとりあえずやっていきましょうか。よし、 OK、 来た。でセーブして、でデフォルトに戻して、あれ、デフォルトに戻してセーブ。あ、このなんていうか、速度はセーブされるんですね。速度変えてセーブするとそれが維持されるって感じですかね。多分そうだと思われるが、よし、ここは体ねじ込んで淡々なんだけど、意外と、あ、欲しい。今ので小ジャンプが出れば、ちっちゃいジャンプを出すタイミングが意外と難しくて、結構体をねじ込んで、かつ小ジャンプなんで、ワンジャンプじゃ入れないんで、そこは難しいですかね。ちなみにスローにすると、あー、でもなんかジャンプ感覚がちょっとずれるから、やっぱデフォルト、そうだね、デフォルトで行った方がいいですかね。とは言ってもなかなか入れないのだが、難しい。 OK、 来れました。よしよしよし、セーブ。いや、ここ結構時間かかりました。さあ次は、これはワンジャンプでとりあえずぐわっと、逆 V の字で抜けて、で上向き針でちっちゃいジャンプか、それで抜けていくといった感じでしょうか。そんなところかな。そこがちょっと、まあこれもまあ難しい配置ですけど、あ、そう、今みたいな感じ。ちょっと左側のスペースでジャンプができればいいんだけど、そもそも、いや、そこがな、左側のスペース、そこをうまく使っていけば、よしよし、来れた、セーブ。さあ、お次は、これ何かのメドレーでやりましたね。なんだっけな、これでなんか V で抜けていくみたいな、そんな配置をやった気がします。多分ね、カミリア3のあのハデスステージだったかな、多分そのあたりでやったような気がする、これ。で、意外とこれね、ギリギリなんですよね。で、ふわっとだったかな。スピード、変化に頼らない、そんなコンビネーション。これでそこか。いやー、結構いい感じで抜けたと思ったんだけど、まあなんで一発目のジャンプも結構ギリギリで飛ばないといけないんだとは思うんですよね。
あーその3つ目のちょっと左、あそこ、オーケーオーケーオーケー、今すごくいい。3つ目のちょっと右にかすってジャンプか、わかりました。うわーこれまたあんまり、これあんまりっていうか経験がすごい、でこれいける？いやーうーん、まあなんかでもいけますわな、さすがに。ど、え、距離的に先っちょに当たるギリギリで2段ジャンプをかます。いや入り口も結構シビアに入ってかないといけないとは思うけど、先っちょに当たるんだよねそこの、それが。いやそして多分ね頭ぶつけちゃいけないと思うんですよこれ。なんでまあ天井3連下の要領で、あーでもまだ抜けるまでそこそこ距離ありましたね今。あ来た、あー嘘ー、あ来た、よし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 、2度目セーブ。さてお次、勢いを止めるな。これあでもこれなんかいけそうですよね、ドエースよねって言っちゃいましたけど、ああやらしいかこれ。うーんショット式だったらなとは思うんだけど、結構ギリに近づいて、うーんスレスレ飛行でジャンプって感じですかね。うわーまた何かいろんな配置ありますね。かすったらなんかでもセーブできそうな気がしませんかね。でかすってセーブして立て直すっていうのもなんかありっちゃありかもしれないけど、そもそもうまくやってそういうかすりセーブなしにあの台の上に乗れるんですかね。いやーでもなんか機動的に乗れなそうな気がするんだけど、どうだろうか。いやそうですよね、なんか乗れなそうですよね。うん、どうなんでしょう。いやどうだ、かすりセーブちょっと意識して飛んでるんですけど、いやなんかいけそうでいけない。でまあここまで来ちゃうともうドット調整ここできないんで、でこの1個前を飛び越してくるときに大体あそこの壁でドットしてるのが大半の方だと思うので、まあ、それはね、考慮されて作られてると思いますからいけるはずなんですけど、なんか兆しが見えないと。スローでいろいろ見てるんですけど、この軌道だとやっぱり何かちょっと特殊な飛び方しないとダメそうな気がする。うん、とりあえず手前で、まあ、こんな感じで飛んでいく限りだと絶対に届かないので、なんかうん、今の結構スレスレですけども厳しい。だからといって、あ来た、やっと来れた。35分かかりましたここ。なんかいけそうでいけないのを繰り返して来れた。あこれいけるんですね。ああうん、じゃあ次行きましょう。いやーここ難しかったな。あここ越えられるんですね、なるほど。まあ何度かやってやっと経験積めました。さあお次、あこれもまた、あ来た、 OK、 これはまぐれ、これはまぐれですね多分多分っていうかまぐれ。なんかもういける気配が全くしないまま繰り返していたらいきなしいけたっていう、これでちょっとそうですね、なんかあの針とかにぶつかってデスしていたらまたしばらくは来れなかったであろうと思います。でここはうーん見たところそんなこれ難しくなさそうですかね、ここ2つに比べたらそんな気はするけども、いかがでしょうか。オッケー、もう 2,3 分ですねここは。まあ1つ前2つ前に比べたらもうだいぶ楽ですかね。まあ特に2つ前あそこは本当に鬼。これはあこれはでもうーんと半ば半分ぐらい体ねじ込んで2段ジャンプでこうかな、どこがいいんだろう。うーんそうね、まあ数こなせばいつかいける系だと思いますね。あ来た、オッケー、まあ、壁に張り付いた状態でセーブして、まあ、垂直ジャンプ、あとは微調整で来れました。でここはあーそこはやっぱ通れないか。じゃあこのうわ狭い斜めを、でもこれ何かで経験した記憶はありますけど、うんまあやっていきましょう。
よし、これた。スローモードで50分かかりました。これ。あ、ちょちょ。Sセーブか。きつい、この配置。これ、ノーマルスピードだと、ちょっと厳しいですね。いやー。一番時間かかった。よし、もう思いのほか難しかったです。ってことはこれ多分今までやったことないような配置、まあ近しいね配置をやったかもしれませんけど、これは多分ないですかね。はい、めちゃめちゃ難しかったです。ではスピード戻して、次はこれはあれか、あの引っ掛けジャンプっていうか、こう何ワンジャンプして、あのファミコンのアトムの鉄腕アトムのゲームみたいに、こうタンタンタンでいけばギリギリ乗れるってやつですよね、確か。そうですよね。いや、でもなんかあんまり、これ合ってるよね、多分これでいくんだと思うんだけど、まあ、ちょっとこれも頑張ってみます。あ、来た、 OK、 比較的早く飛べました。はい、この配置はですね、だいぶ前にジャックさんの動画で、まあ、解説くださっていて、確か何でしたっけ、バニーホップって言いましたっけね。普通はこれ届かないんですよ、普通にこういくら2段ジャンプしても。でも、確かこう1回ジャンプして着地際にすぐにもう1回なんていうか、こう着地際すぐもう1回ジャンプを繰り出して最頂点でもう1回押す と、この 4.5 マスっていうんですかね、多分 4.5 ですよね、これが乗り越えられるという、まあこれは仕様なのかちょっとなんともわからないですけど、こういう高ジャンプの、高いジャンプを出して超えるっていう、まあ、方法ですかね。はい、では次はここか。これはおっとと、これはどうでしょうか。いや、またこれも先っちょ問題が発生しますね。そこに引っかかっちゃうから、これまた、あ、ちなみにこれ端っこは何もないですね。うん、隠しの隠しはさすがにないかという感じか。ここをまたスローモード使おうかな。なるべくはノーマルモードで行きたいんですけど、これはでもノーマルモードで行けそうな気がするけど。あ、来た！ OK！ 意外と早く来れた！セーブ！さあ、この勢い、止めるんじゃないぞ。次はここか。これは、スライドして一気に行けるか。途中でジャンプ、途中でこれジャンプいるな。うん、ジャンプいりますね。水中でこういう配置はなんかやったことありますし、まあこう地上というか水中じゃなくてもやったような気もしないでもないけど、ああそうですね、途中で小ジャンプいりますね。よし、これだ、これた。もうどこもかしこも難しいじゃないの。さあ、お次は2連納豆か。もう有名な鬼畜配置ですね。はい、よし、 OK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 。 さあ次、勢いよ。まあ5分ぐらいかかりました。これもやったことあるな、確か。なんだっけな、りょうたさんが作った配置にあったような気がする。コラボ座のだったかな。やった気がします。これ一応いけるんですよね、これ。どうやっていったっけ。一応補足しておきますと、この配置、りょうたさんが考案したって意味で言ったわけではなくて、りょうたさんが作られた合間で私が経験したって意味で、お伝えしました。で、そう思って動画を見直してきたら、りょうたさんと共同制作をしました。だいぶ前になりますけど、コラボザーりょうた&じゅんじーのりょうたさんの隠しステージで、私経験しています。なので、まあ、2度目になりますから、超えられるはずなんだが、まあ時間はかかりそうだなといったところで、まあ、アイテムすぐそこなんですけどね。もうちょっとかかりそう。この配置は2本目と3本目の間にそもそも体をねじ込んでから、まあ小中ジャンプをするんですけど、そもそもこの2本目と3本目の間にワンジャンプで入っていけないんですよね、ちょっとこのスペースがあるから。これをどう埋めていくか。これが どうすんの、これほんと端っこで。いやー、なんか違う生き方あるんですかね。いや、ここですね、スローにして4、50分ぐらいやってるんですけど、この真ん中にやっぱり入れないんですよ。ここからのワンジャンプだと。なんで、やりたいこととしては、こんな感じ。あ、違う、もうこんな感じ。うん。
こんな感じでその2本目と3本目の間に入りたいんですけど、入れないんですよね、ワンジャンプだと。何が違うんだこれ。この軌道を、そう、これを一発目で出したいんだけど、ちょっとブレイクかけてもいかないし、どうするんだこれ。本当に今いろいろやっていて、もしかしたらというちょっと兆しが出たんですが、ここは多分このままこのチョコレートバーから単純ジャンプだと、多分このスペース的な問題があっていけないと思うんですよ。なのでこのチョコレートバーをうまく使う、あれさっきできたんだけど、なんか一緒にここから跳ね上がるジャンプがなんか出るんですよね。これこのジャンプ、この軌道だったら、なんでこの辺から飛んだぐらいの軌道だったら、もしかしたらその2本目3本目の間に体を入れられるかもしれないってところで、一旦ちょっとまたスローモードでやっていきたいと思います。あ、来たあ、これ多分ね、ノーマル速とか少し何段階か落とした低速だと一回も成功しなくて、これ一番最低速なんですけど、で一回だけようやく今55分、まあ1時間ぐらいずっとやっていて、一回だけ2本3本針の間に体ねじ込めました。あー、じゃあこれ速度関係してくるのかもしれないですかね。あれ今低速で出るんだったらノーマル速に戻しても出るんじゃないかと思って、まあ、必死になってやってるんですけど、一回たりとも成功しないですね。どころか近しいジャンプすら出ない。まあ速度が違うだけなんで、まあ仮に速度がね速くなったとしても、まあ、元に戻ったとしても、同じタイミングでジャストでボタンが押せていれば同じ軌道は出るはずなんですけども、いや、その挙動が出ないってことは、なんかやり方、受付時間が短いがゆえのなんか難しさがあるのか、まあ、遅くなった時専用のなんか仕様があるのかちょっとわからないですけど、まあ、これは明らかに速度遅くした方が、っていうか遅くしないと突破できないような気すらしてますね。なんか得意の仕様なんですかね。あ、よしよし、凍れたどんだけ難しいのこれ。まあ、同じ配置はこういったことがあると言っても、チョコレートバーでその距離が離れてる、それはちょっと初めてだったので、いや、これノーマル速でいけるんですかね。それなんとも謎ですけども、まあ、ひとまず突破できました。さあ次はここか。よし、ではノーマル速に戻しました。なんかすごく違和感ありますけども、はい。で次は下り SGGK とチョコレートバー重ねジャンプか。まあ、これは経験ありますので、まあそのうち、まあ、早めにいけるんじゃないかなと思うんですが、やっていきましょう。よし、来た。ふう、なかなかシビアッチじゃないか。でここはそんなに難しくないと思うのよ。ギリギリまで足出して、いくよ。ほっ、よしよし、来れた。ここは難しくない。さあ次は、これはワンジャンプ、まあ、同じようにジャンキャンのハリカンジャンプってところかな。なんでまあジャンキャンしなくても別に、でもしないといけないかな。そうで、頭打ちでもいけそうな気はしますけども、まあ挑戦あるのみと。来た。まあ1分ぐらいで来れました。まあ来れるところ、行けるところは行けるんですよね。行けないところがとにかく時間かかる。これはあー、待って、これ相当連射しないとダメじゃないこれ。あ、待って、これちょっともしかしたら連射器使うかもしれません。いや、そうだね、これちょっと待って、私のもう人力連射だとさすがに、そうだね、これも連射だけですよね。なんかその工夫とか技法とかじゃなくて、もうとにかく早く連射する。いや、ちょっと試しに連射器使いますね。ちょっと待ってください。よし、ちょっと連射器入れました。連射器のスピードでいけるんだったら、単純に連射の、まあ、速さだけでここは突破できるとっていうことで、もしそれでダメだったら何か特殊な生き方があるっていう考え方でいきたいと思います。では行きましょう。よっ、
特殊な生き方というか、もうリンゴの傾きに合わせて進んでいかないといけないっていうのはありますけど、でもやっぱり要となるのは連射か。この連射速度で傾いたら行くみたいな。あー、これね、ちょっと申し訳ないですけど、この私の連射もこれが限界なんですよ。これだともう絶対に進めないんで、ちょっとここは連射機使わせてください。これもスピード関係してきますね。今私連射速度マックスでやってるんですけど、どうしてもこう途中で当たっちゃうんですよ。で、この角度がこうリンゴがね動いてる角度で行って、傾いたら進んで、傾いたら進んでみたいにやろうと思っても、もうこっから先ってリンゴが密集しちゃってるんで、まあその休めるスペースがないんですよね。なんで右に傾いたら行くって言っても、止まった段階でも当たっちゃうと。なんでこれはやっぱりこう速度を一番遅くすると、連射速度がまあとにかくめちゃくちゃ速くなるんで、キット君の足がもうバタつきすらしない。わかりますかね、この止まってる時。なのでもう普通にこう当たらずに行けちゃうと。なんでここも速度がまあ最、これ一番最低速なんですけども、ぐらいにしとかないといけないっていうような、そんな場所だと思います。そうすればいとも簡単に、まあ、いとも簡単にっていうか、まあ連射機は使ってますけども、来れると、そういう区間ですかね。はい、よし。では連射機能を外して、でリスタートをして速度を戻すと。これだったかな、標準速。そうですね。そして最後のこの区間は一マスネズミですね。私が一番最初に自作でこうアイワナを作ったキルザ・ジュンジーで出てきた、まあ、出したというか、そうですね、配置なので、これはもうノーマル速で突破したいと思います。なんとか自力で。ではやっていこうか。よっ、まあ1回目はこんな感じか。あ、くそ、あ、取れたけど取れたけど這い上がれなかった。あ、来た、オーケー、帰ってきた。半日かかったぜ、ま、だって見つけちゃったんだもんということで、突入した隠しアイテムルーム、なんとか突破できました。もう手も結構痛くなってます。はい、まあでも無事アイテムも取れましたし、また通常ルームだけども、すごいなんかまがまがしい感じはしてますね。はい、時間的なものもありますので、今回はここで終了し、まあ、次回のパートはここを、攻略していきたいと思います。あ、このマップもそうですけども、さっきのアイテムルームもそう、曲がかっこいいですね。まあ、モチベーションが上がる曲が流れていますので、まあ難しいと思いますけども、頑張ってやっていきたいと思います。はい、では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。